はい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 。本日100人ぐらいの人ですかね、人生が変わる日というところで、まあ巨人のドラフトですけども、まあ非常に、まあ野手というところを取っていきましたが、非常に僕は満点に近いドラフトだったんじゃないかなと個人的には思っております。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てってください、よろしくお願いします。はい、今日はねドラフト会議というところで、まあ僕もね一応まあプロ野球選手だったわけですから、まあそのドラフト会議の日っていうのはですね、多分死ぬまで覚えてるのかなというふうには思いますけども、やはり、まあこのチャンネルはですね、ジャイアンツのまあ一番のチャンネルというところで、今日はですね、まあ速報という形で、ちょっとまあ育成の選手はちょっとまだね、コメントできないというかね、ちょっと時間的にちょっとできなかったんですけど、まず支配下で取った5人の選手の、まあ評価というところを、もうその他の人の評価とかじゃなくて、あくまで僕が独断で偏見ありますか、あるかもしれないですけど、まあ僕のあくまでその選手を見た時のね、うん、印象であったりとか、どういう風に使うのみたいなところを含めて、忖度なくね、ちょっとその選手をね、評価していきたいなという風に思っております。はい、はい、まあ5人選手取ったんですけどね、はい。まあ、いろいろあったじゃないですか。うん。菅野さんが抜けていくとか、ありまして、まあ僕も、まあピッチャーをね、取ってった方がいいんじゃないかって。うん。なぜかっていうと、まあ野手はなかなかね、即戦力って言われてても、1年目から活躍できないことが、まあ多いので、うん。まあじゃあ、菅野さんの12勝、ね、貯金10人作ってるわけですから、そこを、まあどうしていくかってなってくると、やはり、ピッチャーを取った方がいいんじゃないかっていうのは意見があったんですけど、でも、まあ、巨人には若手の選手がね、若手の投手がどんどん出てきてるっていうのがありますから、まあ、そことの比較をしてですね、うん、今いる選手がいいんだっていうふうに思えば、別に野手に切り替えたっていいわけですし、特に僕言ってましたけども、まあ、僕の後輩というかね、大学の関西大学の金丸投手か、っていうところを多分指名していくだろうというふうなことを言いましたけども、まあ、競合する可能性がね、非常に高いというところがあったんで、まあ、なかなかね、巨人に来てくれるかどうかわからないという中で、外した場合は間違いなく野手行った方がいいやろっていうふうに思ってましたし、まあ、即戦力っていうのも、まあ、いいとは思うんですけどね。うん、特にやっぱりこう、まあ、数年後ね、うん、まあ、中軸というか主軸をね、打ってってくれるような野手っていうのを獲得してた方がいいんじゃないかって、まあ、岡本選手がね、メジャーに行ったりとかしますから、おそらくね。っていうところも含めて、坂本さんの高齢化とか、いろいろありますから、まあ、即1年目からっていうわけじゃなくても、それぐらいのスケールになっていく選手を取って方がいいんじゃないかっていうのはね、ほんまに僕思ってましたんで、そういった意味で言うと、まあ、ね、1位のピッチャーを外したっていうのは、まあ、まあ、良くなかったかもしれないですけども、そっからを切り替えてね、うん、しっかり、戦略通りのドラフトができたんじゃないかなっていう意味で、すごく最高のドラフトになったんちゃうかなと思います。はい、じゃあね、お前もう話長いと、お前もう選手の評価聞きたいというふうなことをね、思ってらっしゃると思うんで、もう早速ね、1位の、はい、石塚選手から、ちょっと僕の印象なんかもね、お伝えしながら、話していきたいと思います。はい、石塚雄星選手ね、ドラフト1位、まあ言ったら外れ1位という形で、指名しました。はい、花咲徳栄高校で、ショート守ってますと、181センチ、84キロ、右投げ右打ちの選手でございます。で、高校ジャパンの4番打者を務めておりまして、なんか3年生の、ね、3年生の時の1年間の打率が5割を超えてると。はい。で、高校通算26本ホームラン打ってますと、というところですね。で、僕まあいろいろ動画とかね、見させていただきました。はい。非常にね、一言で言うなら、柔らかい。柔らかいですね。非常に柔らかい打撃というところね。うん。まあ、スケール感というか、まあ、目標とする選手というかね、なってほしい選手は、まあ、安倍監督もおっしゃってましたけども、坂本勇人選手っていうふうに言ってましたが、本当にね、それぐらいのスケールあると思います。はい、ちょっとね、動画見ましたけども、まあ、僕ね、いろんな高校生全員見てるわけじゃないですし、
全員のドラフト候補を見てるわけじゃないですが、まあ、高校生というところで言えば、多分ちょっと、格が違うというかね、特に打撃というところで言ったら、格違うなというか、うん。ちょっとレベルが違うね、この子はっていうところはあると思います。はい。で、僕の経験から話すと、僕が大学2年生の時ですかね。大学1年生か。大学1年生の時に、高校代表のジャパンと、僕が関西大学1年生。で、高校ジャパンの、チームと試合したことがあったんです。で、その時に、4番にはね、まあ、その当時、智弁学園の岡本選手が、座ってたんですね。うん、試合に出てたんですね。で、その時に僕、大学1年生、僕一つ上なんで、一つ上だったんですけど、度肝抜かれたんですね。岡本選手、高校3年生の時の、木のバットで、試合したんですけど、ライトにフェンス直撃とか打たれて、僕正直、これ、岡本ってやばいなって思ったんですね。その当時ね。で、それぐらいの、レベル感あるんちゃうかなって思ってます。はい。だから、まあ、巨人にはね、坂本選手やったりとか、岡本選手とか、まあ、高卒で、生え抜きで、まあ、チームの主軸を打ってくれてる選手いますけども、この石塚選手っていうのもね、ちょっとね、それを期待できるんちゃうかっていうぐらいの素材だと思います。特にバッティングはね、柔らかさが半端ないね。本当にタイミングの取り方もそうだし、ちょっとね、ヘッドがこう入って、まあ、ソフトバンクとかでね、活躍したちょっと内川選手みたいなね、感じのタイミングの取り方というかね、パンとこう足をパッと上げて、一緒にこうトップを引くような形で、打ちに行くんですけども、その、左足の踏み込みというか、左足がつくまでのこの間合いがね、非常に柔らかいんですね。非常にね、本当に柔らかいバッティングするし、変化球なんかの対応も、その間合いというかね、足を上げて、左足をパッと上げて、そっから踏み込んでいくまでに、スーッとこう、間合いを測るんですね。だからそういう柔らかさが非常にあるというところもあって、ちょっとね、高校生で言うとちょっとレベル違うね。で、木製でも絶対対応できるスイングなんで、インサイドアウトでしっかり出てるんで、そういった意味でも、この選手はちょっとね、うん、高校で言ったらちょっとレベル違うと思います。この打撃というところで言ったらね。で、守備なんかの見ても、まあ多少ね、まあ、プロ入ったらですね、たくさん練習するし上手くなりますと。で、ただ、型というところでも言ってもね、非常に強いなっていうところありましたんで、そういったところで、まあ、ショートを守れるかって言われたら、まあちょっとわからないですけども、まあ打撃というところがこんだけいいので、僕はサードに転向してね、数年後、まあ3年後、4年後ね、出てきてくれたら非常に嬉しいなっていう。まあ、早いに越したことはないですけども、2年後、3年後に、まあ、サード守れるぐらいのね、打撃型というところで、ちょっと本人にね、頑張ってもらいたいなっていうふうなところがね、正直な感想でございますと。はい。で、次、2位行きましょうか。はい、2位で行きます。浦田俊介選手ですね。はい。九州産業大学の選手でございます。この選手もショート守ってますと。はい。で、右投げ左打ち。で、170センチ70キロなんですね。僕とほぼ変わらないというところですね。だから小柄な選手ですね。はい。で、通算、打率3割9分2。はい。で、37通り。で、っていうところですね。はい。で、この選手はですね、まあ、目標とする選手が近本選手っていうふうに言ってるだけあって、打ち方とかも、しっかりね、走り打ちしないというか、その、左バッターの特に足速い選手って、ちょっとこう、なんて言うんだろう、ちょこんって当てるような感じ、こう、ファースト側にこうやって流れて打つようなところって正直あるんです。だけども、この浦田選手に関して言えばですね、逆方向にも強くガーンって振ってからしっかり走っているような、走り打ちをしない感じでね、しっかり打ってくれてるんで、非常にいい選手だなというふうに思います。で、大学の日本選手権かな？あ、東京ドームでやってる時の動画なんかを見たんですけど、特にね、このヒットを打つというところに関して言ったら、非常に長けてる選手だと思います。特に、こう、タイミングを外されたりとかね、打者っていうのは、すごくありますと、正直ね。それは理想を言えばですね、完璧なタイミング、完璧なスイングで打てたら、それは一番越したことないんですよ、それ。だけども、やっぱりピッチャーもレベル高いですと。で、タイミングを外しに来ているわけですから、そのタイミングが外された時にどういうバッティングができるかっていうのが、まあ、一流打者になれるのか、
そのまま終わっていくかの、分岐点かなというふうに僕思うんですが、やはりこの浦田選手を見てるとですね、タイミングを外されても肩が残ってる、しっかり肩が残ってヘッドを返さずにそのままこうパンチショットみたいな形でね打ったりできるんで、まあちょっとぜひね、日本センター前ヒットかな、あの東京ドームで打ったその大学日本代表、日本代表じゃない、日本選手権かなんかのセンター前ヒット3打席目ぐらいで打った打撃があったんですけど、それ見て、あ、この選手はめちゃくちゃミートするの上手いなって、タイミング外されてるんですけど、変にこうヘッドをあの返さずに、これ返しちゃったらセカンドゴロになるんですよ。だけども返さずにセンターにパーンって持っていくような打ち方をしたんですけど、それ見て、まあちょっとイメージ違うかもしれないですけど、青木宣親選手がタイミング外されてこうヘッドを返さずにそのままパーンって言ってセンター前ヒット打つみたいな、そういう、ところとちょっと似てるなっていうふうに思ったんで、多分ねこの選手はバッティングというところに言っても非常に期待感があるんじゃないかな。まあ、その、まあ、近本選手になってってもらいたいし、うん。だから、まあ、巨人にはね、まあ、左の、まあ、足の速い選手って言ったら外野手じゃないわ。言ったら、まあ、重信さんとか、まあ、いますけども、やはり、ね、近本選手になるのか、まあ、重信さんを批判するわけじゃないですけど、になるのかって言ったら、やっぱりこう、近本選手のようにね、なってってもらいたいっていうふうなところはありますんで、その可能性も十分あると思うんで、非常に頑張ってもらいたいなと思います。で、守備に関してもですね、やっぱスピード感があるんで、非常に、グラブさばきも含めて上手いなっていうところあります。で、足も速いんで、もう今で言ったら、足と守備で言ったら、まあ、一軍レベルじゃないかなっていうふうに思いますし、バッティングに関しても今言いましたように、非常にヒットを打つ能力っていうのは長けてるんで、非常にね、これ面白い選手だなというか、まあ、1位もショート、2位もショートっていうところで、まあ、二遊間を厚くしたいんだろうなって、いうふうにね、思いました。はい。で、3位見ていきましょうか。3位の荒牧優選手ですね。上部大学の選手になります。守備位置で言ったら、1塁手、セカンド、3塁手を、守ってたというところですね。で、183センチ、92キロ、右投げ、左打ちというところの、まあ、一言で言うなら、大砲タイプ。まあ、中長距離というところですかね。っていうところですね。はい。で、まあ、いろいろ動画も見ましたけども、非常にスイングスピード速いですね。非常に速いと。うん、で、まあ、1年目から出てくるかって言われたら、ちょっと難しいんじゃないかなっていうのが僕の印象なんですけど、でも特にね、左投手もですね、そんなに苦にしないなっていう感じのね、打撃フォームではあるんですよ。だいたい左ピッチャーとか来たら、やっぱ左バッターの長距離バッターって、もう外のスライダーとかが全く見えないとか、低めのワンバーも死ぬほど振っちゃうとか、そういうところあるんですけど、この、荒牧選手に関しては、なんかまあ、いい意味でね、そんなに反動を使わないというか、こう、長距離バッター、なんですけど、あんまりこう、なんて、反動つけてガーンって打ちに行く感じじゃなくて、こう静かにこう、トップもスッと引いて、そっから出てくるみたいな感じなんで、結構その、左バッターの特に、大砲特有のね、もう穴がめちゃくちゃありますみたいな、っていう感じではないんちゃうかなと思います。で、三軍戦で、まあ、3年生の時かな、なんかこう、試合、上部大学とした時の動画なんかを見たんですけど、非常にね、まあ、畑さんからもヒット打ってましたし、まあ、結構速い球に対しても、非常に、対応できるなっていうところはあったんで、そういったところで、まあ、守備はね、はっきり言ってあんまり上手くないなっていうところはあった、まあ、肩は強かったんですけど、あんまり上手くないなっていうところはありましたが、やはりね、まあ、パワーというところは持ち味だと思うし、で、巨人にはね、あまりいないタイプというか、結構、巨人ってちょこまかタイプが多いんですけど、この大砲系のね、まあ、特に内野手っていうところは、いないなっていうところがあるんで、そういった意味で、その、違うタイプをね、指名できてるなっていう、まあ、野手は野手多いんだけど、違うタイプをちょっとずつね、指名できてるなっていうところあるんで、非常に、いいドラフトなんじゃないかなっていうふうに思いました。で、さあ、4位ですね。4位の石田重座、投手ですけども、北星学園大学附属高校で投手191センチ83キロ右投げ右打ちでマックスが149キロを投げますと。で、このピッチャーも動画見たんですけど、なんかちょっとやや黒すぎみにね、左足がこう黒すぎみになってそっからこう投げてくるピッチャーなんですけど、まあ非常にバランスがいいなっていうふうに思いました。まあ長身から投げ下ろすっていうのもありますし、そこまでね、まあめちゃくちゃ体格が今出来上がってるかって言われるとそうではないので、こっからね、しっかりトレーニングであったりとか食事なんかもね、素晴らしいもの出てきますから、
あの、そこからね、トレーニングをしてっていうところだと思うんですけど、まあ、なかなか、巨人のドラフトで、まあ、ピッチャーで高卒を指名するって、多分、白木選手とか、まあ、その一打選手があのあたり以来だと思うんです。っていうところで、多分、他球団もおそらく、マークをしてたっていうところも含めて、多分ね、これ評価が高いんだと思います。なかなか高卒のピッチャーって指名、最近してなかったですから、そういった意味で、この石田選手ね、まだまだ伸びしろあると思いますし、十分ね、この大きく羽ばたいていきそうなね、ローテに入ってきそうなピッチャーでもあると思うので、うん、非常にバランスいいなと思いました。特に、本当に、投げ終わった後とかも、ふらふらすることなく、しっかり左足一本で立ててるっていうところも含めて、非常にこう、体重移動であったりとか、自分の力を指先にしっかり効率よく伝えるっていうフォームがね、できてるなというふうに思ったんで、非常にね、面白い投手かなというふうに思いました。で、最後5位の宮原俊介、投手ですね。東海大学静岡キャンパスの選手でございます。はい、投手で、身長、体重がですね、174センチ85キロっていうところですね。ちょっと小柄の投手な、投手でございますと。で、左投げ、左打ちというところ。で、マックス153キロ投げるみたいなんですね。で、これ、宮原選手の動画をパッと見たときに、思ったのが、ちょっとメンデスみたいな感じね。メンデスもちろん大きいと思うんですけど、ちょっとこう、筋肉質でちょっとギュッとこう詰め込んだね、感じのタイプの選手ですね。で、テイクバックもそんなにめちゃくちゃ大きいわけじゃなくて、ちょっと本当にメンデスみたいなと思いました。ただ、コントロールがね、結構いいんですね。フォアボールの率なんか見ても、結構フォアボール少ないなっていうところあるんで、非常にこう、安定感というところを含めてね、非常に面白い投手なんじゃないかなと思います。で、特にやっぱり彼の大きな武器っていうのはカットボールというかね、スライダー系のボールかなと思ってまして、特に今動画見た中でも、右バッターに対して、インサイドにストレートとカットボールのコンビネーションっていうのが非常にこう、強力だなというふうに思いましたんで、まあ、球の速さも含めてね、うん。まあ、左ピッチャーのこういうちょっと小柄で、みたいなところって、まあ、横川投手とか、まあ、いますけどもね、左のピッチャーでもね、井上投手とかいますけども、やはり、まあ、1位でね、金丸選手を指名しに行ってるわけですからね、やっぱ左は欲しいというところ、意図としてあったと思うので、最後のね、この5人目でね、この宮原選手を取れたっていうところは、まあ、まあ、非常に、まあ、1位でね、外したもののね、野手をしっかりそこから切り替えて、で、最後、4位、5位を右ピッチャーの、ここから可能性が高い投手と、左ピッチャーの、ちょっと、横川投手だったりか、井上投手と違うタイプの左ピッチャーを取れたっていうところも含めて、非常にね、ナイスドラフトというかね、めちゃくちゃ本当に、点数で言ったら、85点とか、それぐらいある、うん、めちゃくちゃいいドラフトなんじゃないかなって僕、個人的には思ってます。はい、で、まあ今回野手いっぱい取りましたけども、本当にね、多分ね、みんな見てるんですよ。現役選手のね、選手もめっちゃみんな見てるんですよ。テレビでね、自分とキャラが被ってる選手が来ないかなとか、どういう選手を獲得するんだってめちゃくちゃ気になって見てるんですよ、みんな。で、おそらくですけど、今、若手の野手なんかは非常に危機感を抱いたんじゃないかなっていうふうに思います。特に二遊間の選手ね。はい、まあ、今回のドラフト見てても、やはり中山選手とか打撃がね、非常にいいんで、外野にコンバートするんちゃうかな、とかいうふうにも正直思いましたし、まあその、今年ね、1番もね、丸選手が打ってたっていうこともあったんで、この2位の浦田選手なんかはね、まあ足も速いですし、まあリードオフマン候補っていうふうにもね、担当スカウトの方からも言われてますから、そういったところの補強面も含めてですね、非常に、いいドラフトだったんじゃないかなと思いますし、僕はやっぱりこの1位のね、石塚選手、まあ注目はしてたんですけど、やはりね、じゃあもうちょっと後出しで本当申し訳ないんだけど、石塚選手ほんまにね、ジャイアンツ来る予感したんですよ。ほんまになんかその、坂本選手とか岡本選手とか、そういうなんかその、高卒で生え抜きで、チームを支えてくれたっていう人がいたんで、いてたんでね、ずっと。だから、なんかこの石塚選手っていうのはほんまなんかジャイアンツに縁がありそうだなってなんとなく感じてたんですけど、本当にね、まあ外しましたけども、しっかりね、この選手が入ってき、金丸選手か、外しましたけども、この選手が入ってきたっていうのは、非常になんかこう、なんか今までの歴史というか、そういう岡本選手とか、坂本選手を考えると、こういう石塚選手がそういう風になってってくれるんちゃうかなっていう風にもね、思いますし、はい、非常にこう、まあ、野手は多いって、なんか批判があるかもしれないけども、全部ね、全員がね、違う個性を持ってますから、そういった意味でも、
非常に面白いドラフトになったんじゃないかなというふうに思いました。はい、そんな感じでですね、まあ、育成の選手もですね、コメントをしていきたいというふうに思ってますんで、後日ね、育成の選手にも、育成の選手の動画も出していきたいと思います。はい、そんな感じでね、今日は終わっとこうと思います。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっときます。じゃあ、バイバイ。